雷門周辺の方、そして地元の人気を熱い商店の皆さん、まもなく東京オリンピックが開催をされます。そこには日本にとって最も大事な国、台湾も参加をいたします。この中には台湾に旅行された方もいらっしゃると思います。台湾に行かれた日本人は例外なくみんな台湾が好きになります。もちろん食べ物が美味しいとかいろんなことがございますが、何より台湾の人たちが日本を愛してくれているということが本当に実感としてわかるからです。まだ台湾に行かれてない方、ぜひぜひ台湾に行っていただきたいと思います。そしてこの台湾は先の熊本地震、あるいは東日本大震災、あるいは東北阪神大震災、さまざまな日本のピンチに対して世界で一番手厚い援助をしてくれたのが台湾なんです。国民一人当たりで言えばアメリカよりもどこよりも多い援助をしてくれたのが台湾です。本当に日本を愛してくれている国台湾、その台湾が我々の国で、我々の東京で間もなく3年後に行われるオリンピックにもちろん参加をいたします。しかし3年後、皆さん今のままでいくと開会式のテレビなどをご覧になった皆さんは、台湾は参加してないんじゃないかと思うはずです。なぜならばオリンピックに参加する全ての国は、申し訳ありませんが聞いたこともない国も含め、全部堂々と自分の国の国名を高く掲げて参加をいたします。日本と最も縁が深い台湾だけが台湾という名前でなく参加するんです。ではどういう名前か、チャイニーズ・タイペイです。これはどういうことかというと、台北というのは台湾の首都ですから、中国の台北、中国の台北という名前で参加するんです。他の国は堂々と国名で参加しているのに、台湾だけはそんな奇妙奇烈な名前で参加せざるを得ないんです。これはなぜか、台湾の人は誰もそんなことは望んでいません。選手団も誰もそんなことは望んでいません。当たり前です。台北以外の選手もたくさん台湾選手団の中にはいるわけです。どうしてそんなチャイニーズ台北などという名前で参加せざるを得ないのか、これは台湾の人は誰もそんなことは望んでいません。まして選手は誰もそんなことを望んでいません。じゃあ誰も望んでいないのになぜこうなるか、これは国際オリンピック委員会が中国の圧力に屈してしまってるからなんですよ。ですからこの間行われたリオデジャネイロ、ブラジルで行われたオリンピックも、その前のロンドンオリンピックもチャイニーズ・タイペイという名前で参加せざるを得ませんでした。しかしイギリスやブラジルは中国の圧力に屈したかもしれない。しかし最も台湾に世話になっているこの日本、最も日本を愛してくれている人のいる国台湾のがこの日本で行われるオリンピックに参加するときに、チャイニーズ・タイペイでなんていう名前で参加させたら、この人情厚い日本、そしてこの人情厚い江戸っ子の浅草の人たちの名折れなんです。どうか皆さん、正義を思う皆さん、これは難しいことではありません。正義などはさまざまな立場があるかもしれない。しかしこの一点は、この点だけは誰がどう考えても正しいんですよ。日本が一番世話になっている国台湾、日本を愛してくれている台湾が我々の国で行われるオリンピックに台湾という名前で参加できない、これは誰が考えてもおかしいじゃないですか。どうか皆さんの良識ある皆さんのお気持ちで、今ならまだ間に合う国際オリンピックに、あの中国が国際的いじめっ子、中国が圧力をかけても、我々の良識で正義を愛する日本人の気持ちで、どうかどうか何としても3年後この東京で、この浅草の近くで行われます今度のオリンピックは、どうか皆さん台湾が台湾で参加できるように、胸を張り堂々と参加できるように皆さんのお気持ちを寄せてください。今台湾の青年たちがいろんなところで署名活動をしています。この皆さんが寄せられた
正規の署名は東京都議会に提出をされます。このオリンピックは東京都が主催をいたします。小池さんはやはり道理が分かってくれてる方だと思います。どうか皆さん声を寄せてください。もし3年後の東京オリンピックで台湾が台湾という名前で参加できたとすれば、それは正義を思い世界平和を思う皆さんの気持ちがそれをさせたんです。どうか皆さんこのままでいけば台湾がチャイニーズ台北という名前でしか参加できないんです。どうか皆さんの手で皆さんの力で奇跡を起こしてください。皆さんの気持ちを署名に託してください。今台湾の人たち、そして日本の人たちが一生懸命署名活動をしています。どうか皆さんの気持ちをこの署名に託してください。皆さんが一人書いていただければ一人分、五人書いていただければ五人分、正義が通るんです。あの日本と最も親しい国、日本を最も愛している国台湾が台湾という名前で胸を張ってオリンピックに参加できるように、どうかどうか皆さんの気持ちを添えていただければと思います。心よりお願いを申し上げます。ありがとうございました。